はい、こんばんは。参議院議員の音キャシュンです、えー。今日10月の17日にこちら収録してるんですけども、お、もう今日も11時前になってしまいましたが、えー、今日はですね、まあちょっとあの雑談チックなことをたまには、たまにはいつも話してるんですけどね、えー、お伝えするのもいいかなと思いまして、あの国民民主党の大塚公平政調会長、えー、参議院議員にお誘いいただきまして、えー、ちょっと差しでご飯を食べさせていただきました。いや、非常に勉強になりましたね。 うん。あの、大塚公平政調会長はですね、もう参議院にも20年かな、やっていらっしゃって、元日銀マンなんですよね。なんで、金融政策、財政政策に非常に知見がありますし、なんか今日いろいろとね、まあ、ちょっと中身までは、細かいことは言いませんけども、やっぱこう日銀とかに勤めていると、当然その、かなりトラディショナルなですね、経済政策、金融政策という考えにこう固執しがちなんですけども、それでも非常に柔軟で、まあ、今国民民主党というのは結構、その金融緩和とかですね、財政政層に関して、かなり大胆な政策を 作をしているわけですけども、それの理論的な裏付けも含めてですね。大塚政調会長は自分が学んできた。この、えー、いわゆる経験値、そしてあのトラディショナルな伝統的な理論と現実に起きていることっていうところの。その折り合いをね。すごくうまくつけていらっしゃって、えー、この国民民主党の政策のあの要になっていらっしゃるんだなという感じが、えー、ありました。でも完全な雑談なんですけども。あの大塚公平議員がですね。もう今年で63歳になるんですかね。1959年生まれで,で大塚さんも早稲田の出身なんですよ。 私は2002年から2006年に在学してたんですけども、私はちょうど卒業する大学4年生の時に、大塚浩平先生が、あの、早稲田の特任教授かなあの、この、あの、 大学で授業のコマを持って、先生として赴任をしてきたと。で、そこからずっと早稲田大学で、あの、コマを持ってずっと教えていらっしゃるみたいなんですけども、一時期ですね、まあ一年ですけども、あの、生徒と先生の関係になったと。まあいう時期もこう重なっていてですね、まあ大塚議員に最初、あの、政調会長私も就任したときに、ご挨拶行ったときに、や、とうとう自分のね、大学で教鞭を取ってて、自分の生徒が国会議員になる時期が来たのか、みたいなことを言われて、で、まあそんなお話もありまして、まあ大学の先輩後輩ということもありましてですね、まあ結構話が弾んで、 ま、今日ご飯食べに行かせていただいたわけですけども、やっぱりその中でね、先ほどの政策の話も、あと、き、民主党政権時代、政権交代した時の、まさにど真ん中に大塚さんはいたわけなんで、 ま、民主党政権時代の思い出とか、どうしてこう民主党政権があれだけ選挙でお約束を、は、先生っすにね、いろんなお約束をして、政治主張だって言って官邸に乗り込んでいって、政権予党になって、どうして実現できなかったのかとか、それはまあ大塚さんが見た視点で教えていただいてですね、まあ今後政権交代するんだったら、こういうところの反省生かさなきゃいけないよね、みたいな、えー、話も結構ルール,ルしていただきまして、いや本当ね、なんか別に露政事でもなんでもなく、非常に楽しかったですね。やっぱそういうね、ことを先輩から聞くことってのは極めて重要だし、本当勉強になるな、っていうふうに思います。 なんかとててもあの心地が良いしで、今、あの、長妻明政調会長、立憲民主党も長妻さんが政調会長で、でもちろんあの、えー、日本書館の前政調会長は浅田仁さんなんですけども、まあ、このお三方なんか並べんのもなんかおこがましいですし、全然その主義主張とか考え方もバックグラウンドも全然違う方なんですけども、その諸先輩の政調会長の皆様にすごく感じることはね、とてもなんか後人を育てようとされてるんだなと。 ということをすごく思ってまして、もう自分たちはやっぱり長妻さん、大塚さんも60代、浅田さんも70代になって、まあ自分たちが俺が俺が俺がって前に出るというよりは、自分たちの経験をどう伝えていくか、自分たちが練り上げてきた政策、うまくいった部分、うま,うまくいかなかった部分、これをじゃあ次の世代にどうしてほしいかっていうことを、すごく伝えて、で、この次の世代、30代、40代が、次は中心になって頑張ってほしいっていう思いが、すごく皆さんあられるんだなと思っていて、僕はずっと浅田さんの訓導を受けて、この日本書館で3年間、いろいろな政策の勉強をさせていただきましたけども、 なんかこう、今日大塚さんからもね、非常になんか同じ、なんか匂いというかね、同じ感情を受けて、やっぱ僕らはもうやっぱりあと10年、20年したらもういなくなるわけだから、本当と、この音北くんの世代が頑張ってほしいだから、なんかこういうとこは、あの、失敗したから生かしてほしいし、こうすべきということは、なんかお伝えしたいみたいなところで、まあ、全然上から目線でも何でもなく、本当にあの、すごくいろんなことも教えてくださいましたし、 なんか、ああいうね、本当にやっぱり、一、一時代というか、民主党政権の、あの、ど真ん中にいて、えー、大塚さんも政策族として、本当、ど真ん中にいた、え、方から、そういうことを学べるというのをね、機会に恵まれた、ということ。で、本当一年生議員、中田町で言ったら、一年生議員なんてのは、なかなかね、そういう、こう、大臣経験者、副大臣経験者、政権交代という中枢にいた方っていうのも、大先輩には、そんな差しで、2時間、3時間、お時間いただけるってことは、えー、なかなかなかったりもするのでね、まあ、そういう意味では、本当に、こう、今、自分のポジションっていうのが、貴重な機会をいただいて、 思った試合で、ありますで今日は、まあ、国民民主党の大塚幸平さんとあの食事させていただいて、政策の意見交換もさせていただいたんですが、 まあ、あくまで日本一とか言えば、ぜ非ひということで、政策ベースで、政策重視で、一致的度が一致して、国民民主党さんも、まあ、かなり一致するとこも多いと思いますし、立憲民主党さんも、部分的に一致するとこもあるし、まあ、共産党はなかなか難しいですけどね、まあ、そういう一致結束できる部分がある政党とは、しっかりと一致結束をして、政府与党をピリッとさせていく。そしてもちろん、あの、自民党、公明党さんも協力できることがあれば、協力して政策を前に進めていく。まあ、このぜぜひと姿勢で、そして先輩方から本当に学べるべきところは、学んでいきたいと、まあいうふうに思っています。あの、余談ですけど、 あの、その、さっき大塚さんでご飯食べて8時ぐらいに終わってですね、猪瀬さんから電話が来ってきて、予算委員会の質問作ってるから助けてくれ、とか、まあ、助けてくれっていう言い方あれですけど、ちょっと相談したいわ、つって、それで議員会館戻ってきてね、猪瀬さんとも打ち合わせをして、えー、今週の木曜日に私と猪瀬さん、予算委員会登壇なので、その準備もしていて、まあこんな時間になったわけですけども、いや、本当になんか、ね、猪瀬さんも含めて、浅田さんも含めて、党内にも本当にいろんなことを学べる刺激を受ける大先輩がいらっしゃいまし、党、うん、東からも大塚さん、長妻さん、いろんな方々にもう刺激をいただた。 いて勉強させていただいて本当にありがたいなと思ってるところでありますまあこの経験をしっかりですね成果に変えていけるように頑張っていきたいと思いますのでよろしくご指導ご鞭撻とチャンネル登録やいいねコメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして今日のブログとさせていただきたいと思います今度でたまきさんのね飯食いに来てですねたまきさんよかったら誘ってください見てないと思うけどということでまた明日おやすみなさい失礼しますポチ。